レベル1やで。武器はつけた。生徒ノート。あかんあかん、生徒ノートあかん。やめて、ちょっと本当に、本当に早いね。ね、誰が火力出すの。やばい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 。樹脂がないから。配信前に全部使ったの、うん、あ、使ってきた、使ってきた。なんでやねん。ちょっと行ってみる、ここ。ここは、行きません。なんで？あ、ほなら、推薦行こうよ。行かへん行かへん。なんで？ここの、あー、おる。ここの、あー、おる。あ、ごめん、夏とってもうた。ごめん、癖、癖。くせ探索率 100% になってるってことやな。なってないよ。だ22だよ。ひっく。今夜市、式神やしろです。今日はですね、しろうくんとコラボの原神でございます。ちょっと見てきました。よろしくお願いします。リスナーな、それ。それリスナーの、はい、あれな。うん、はい。うん、そうそう。見てきました。あ、何やこれ、おい。あれか、雷終わってないんか。え、ここでも全然リーウェイやで。え稲妻の違うグザビエさんとかじゃないの。あ、全然それっぽく見せてるだけ。シロ君は自己紹介しなくていいですか。うん、今夜市シロって言います。じゃあしっかりヤシロ君のリスナーさんを奪っていくために、まず今夜市で掴んでいかなあかんかなって思って、はい、バンバン下心見えてるやん。ビビったんそれ。おはろう、シロです。今回はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ってことで介護してくれるらしいですね。ちょっと待って、今なんか飲んでへんかった飲み物。今日はね、コラボということでね、シロくんをね、ヤシロくんがキャリーしていこうみたいなね。まあまあまあ、ヤシロくんの方が原神の歴がね長いんで何でもしますよ。ほんまですか。全然何でも任せ。お、うちのコメント欄で原神博士とか言われてるから、マジで。そうなんや。あ、マジマジマジ。じゃあなんか今の一番いい、そのタルタリアの会心の率ダメはどれぐらいが一番いい。シロくん、これどこ行きたい。これどことりあえず行く。聞こえてない。とりあえずないないないなんか遺跡司令の敵上のバーで出てきたんやけど、どこの連れてきたんの自分。ちなみに俺も知らん。なんでここの、あー、おる。ここの、あー、おるおるおる。あ、ごめん、夏とでもだ。ごめん、もう癖、癖で、癖で飛んでもだ。なんか、うちのリスナーみたいなことしてもだ。ごめん、普通に何の違和感もなく撮った。すまんすまん。見て、強かったやろ、今。あ、ごめん、見てなかった。なんか、なんでやねん。シロウくん、あれですよね。え、原神は初めてどれぐらいなんですか？始めたのが、タルタリアが初めて実装された時なんで。え？タルタリアってめっちゃ初めの方じゃない？うん、あ、そうそうそう。ちょっとやめてたっていうか。聞いて満足してやめてたから、全然そう進んでないんやけど、まあ、歴で言うとこっちの方が上やから、ちょっとあんま偉そうにせんでほしいなっていう。え、嘘じゃん。シロウさんって呼ばなあかんってこと？あ、そうそう。ほんまなんかさっきもなんかシロウくんで言われてほんまに気まずかった。待って、俺ライブを配信してなかったっていうね。ライブの配信？え？配信してなかった。ああ、配信はしてないね。ああ、やり始めた。ああ、なるほどね。あ、違う、今配信してなかった。今から配信してんの？あ、今から配信してる。え、今夜市って言ってたの、あれ入ってないの？あ、入ってない、こっちは。何してんの？ヤシロくんのコメント欄に助けられたわ、今。は？配信待機中ですけど大丈夫ですかっていうコメントあって。マジか！なんかヤシロくんがおるから調子狂うな。これはあれじゃん？ビクトルにファディの情報を聞く。ファディの情報なんてな、別に聞かんでも。いや、デイリーやからやって。もうなんか、めんどくさいやつやな。いや、でもパッて見ただけでも結構、あれやね、アチーブとか、うん、宝箱ありそうやし。まあ、アチーブはまだまだありますよ。今日一緒にやっていこうかな。この前バカにされたからね、裏で。なんか、シロ君にアチーブ少なって。言うなっつうの。なんか悪い裏でなんか口悪いやつみたいになれ、やめろって。じゃあ任せてください。パパッと終わらしてくるんで。待てます。トーク繋いでおいてください。うわ、きつ。ちょっとシロ君は。楽しみ。どういう説明してくれるんやろ。ハードル上げんなって。シロウくんはですね、動画を上げてるんですね。ご覧の通り、まあ、めちゃくちゃいい声ですよね、はい、皆さんね。声を褒めて、外見しか褒めないタイプですね。何中身は褒めない。なんかやりづらいなやりづらいこいつ。なんか、ディーに酔ってる止まってへん。もう棒立ちとかしてへん。いや、まあね、まあ、心は広く持って、今終わりましたね。はい、お疲れ様です。お待たせしました。お待たせしました。いえいえ、全然、はい。紹介下手って言われてますよ。うん、こっちのコメントでめっちゃ来てる。うん、すごい来てる。そう、次、カズハくんが来るじゃないですか。カズハくんのボス素材、最近ちょくちょく貯めてまして、こいつ意外に時間かかるんですよ、一人でやったら。なるほど。だからもう、ヤシロくんと一緒にやってパパッとこいつ倒したいなって。お安いご用です。思ってまして、いいですか？ちなみに。全力で応援するんで。ん？マグ剣器。マグ剣器じゃない？カズハくんって確か。ああ、そう、このマグ剣鬼。そう。剣を？弱骨高校。ついでにこの辺もさ、解放しとこう。そしたらほら、石溜まるやん。確かに。ちょっとラグあったな。なんでやろ。普通に強いよな。普通に強いんよね。マジ強い。なんかいろんな攻撃してきて。あー、痛い。え？
頑張れ頑張れ頑張れ。これ1個いっていい、1個いっていい、うん、1個いっていい、なんで先生でシードせえへんのこんな綺麗な先生あんま見えへんで、ほらガンガンマチクしてから来て、キャラクターの使い方があんまいまいち分かってなくて、こんな綺麗な先生おらへんの。いやでも結局ヤシロくんがおっても死んでもうたな。いやあの別にシールダーじゃないんで。なんやなんやって言うなちょっとうちのリスナーに入ってるから、リスナーさんに声ついたのが俺だと思っていただければ。えぐいって、しばらく復活しないじゃない。あ、そうそうそう、シンプルにもうでもあれがないから、樹脂がないから。ちょっと待って、マジで配信前に全部使ったの？あ、使ってきた、使ってきた。なんでやねん。ヤシロくんさ、コラボやからって、うん、ほらめっちゃ貯めてきたんやけど、3個もあるよ。ほら見て、樹脂152もあんねんで。あ、見てって、見えへんけど。嘘でしょ？なんでこっちがめっちゃやる気みたいになってるやん。え、じゃあもうあと1回で終わり？あ、もうないよ。え、もう終わり？あ、終わり？もう樹脂ないよ、もう樹脂ないよ、もう樹脂ない。どうします？そうしたら、あの、海霊視とか大丈夫なの？海霊視、海霊視、海霊視ってやつが多分168個ぐらいいるはずやで。へー、さすが。ちょっと、え、そう、調べたらすぐ出るってワープポイントも解放して宝箱も開けて、うん、石も開けて海霊視も回ったら結構いい感じじゃん。おー、さすが、やる気がある人は違うな、よろしくお願いしますもうめっちゃないで、これ発見待ちとかあるもんなこのなんかマグ元気の左下のところ、はい、神代屋敷みたいなの行く、こっち神代屋敷なんか言うとりますわ。よろしくお願いします。おい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 。これ確か炎じゃない？雨降ってるからさ。あれ？つかへんよな。ちょっと待って。あ、これあれか。博士。博士。はい。博士頼む。博士頼む。はい、多分任務やらなあかんのちゃうこれ。いやー。ごめんね。まあ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 、そういう時、まあ。博士やもんな。そういう時もあるか。なるほどね。博士かっこわら。じゃあ、でも博士っていうのやめようか。もうなんか自分言い出したけどやめようか。ここは諦めて、このなんか、蛇骨高校の下のとこ、これやったらいけるんちゃう？行こう行こう。しかも瞳もあるし。おぉ、いい感じです、ね。瞳取れっていうこと？俺に取らへんっていう選択肢はくれへんねんや。なんで？なんで取らへんの？なんで縛りプレイやってる？え、でもあれやで、シロ君、朗報やで。瞳取ると、あ、ごめん、はい、そう、間違えた。もしかして瞳取るとスタミナ増えますよって言おうとした？まあ、そうっすね。それってだってモンドとリリュウだけですよね。はい、次行きましょうかね。あれあれあれ、何の話してたっけ。あ、そうやそうやそうや、そうね、出会った話ですね。出会った話、どこまで話したっけ。確かなんか実は小学生の時同級生でみたいな話をして、全然違う、うん、全然違う、誰と間違えてんのそれ遡ってできる設定じゃないからそれ、うん、無理やから。ヤシロくんが喋った方がいいか。確かにヤシロくんが喋ろ。はい確かヤシロくんが普通になんか YouTube で見てたらヤシロくんの動画上がってきたわけですよ。 YouTube 見るんや見るよ何ええ、なんか田舎やと思ってるそれ見てて、いや編集と声がやばいと思ってはいはいはい、うんうん、すごーと思って、ありがたいな。なんで死んでんのどう言ってんのマジかよ、なんでコラボでレベル29持ってくんねんけどなんかショート見たらほんのこんな感じやった。あ、なるほどって学習しすぎや。実は毎回配信来てたやろ。いや来てない来てない。あ、来てないや、見たことないやつ言いすぎやろなんでじゃあ話進まへんからちゃんと進めて、うん、戻しますね。で、はい、ヤシロくんね、うん、ツイッターをフォローしたのが多分きっかけやと思います。そう、フォローされた。なんか急に月神ヤシロって名前でなんか顔を乗せた人からそう、いやそうやなうわ、なんかフォローされた、返さなあかんのかな、わ、どっちがやろみたいな、気使われてるやんこの人面白いなで返した気がするな。それで DM のやり取りが始まったわけですね。あ、そう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 、出会い中やんって言われてる。なんだおい、ちなみにあの白くん、あのポートポート開放してないよ。ポートポート開放したら船でビューって行けんねんけど。さすが詳しいな。そうそうそう、基本の木、こっからボートでなんかどこでも行けるみたいな、はいはいはい、そう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 、上がられへんようになった。上がられへん。なんか何をしてんの。危ない、騙された。なんかどっか行こうとしてへんこれだって旅立とうとしてへん、さようならみたいな。それで、まあ、DM をやり取りしてて仲良くなったって感じですね。仲良くなったんだと思ってたの、こっちだけやね。うん。らしいですけど、まあまあ。で、何回かね、こう、お話とかして。そうね。そう、コラボしていじめられたわ。うん。そんなことないよ。そんなことないですからね。バカにされたわ。ちゃうよ。え？ボケな55なのに250しかないの。いや、めっちゃ言うやん。で、その時に、いや、編集とかいっぱいやらなあかんくて、どうしても、なんか、原神の探索とかがあんまね、進んでないんやで、みたいな話をしてたわけなんですよ。そう、じゃあ、ヤシロくんが。うん。
まあ、手伝ってあげてもええけどみたいな言い方悪いねあで戻ってきましたと。戻ってきました。じゃあここの探索はクリアか。探索率 100% になってるってことよね。なってないよ。だ22だよ。キック右の神奈塚にいたっては5やから通っただけやん。ほんまに通っただけやんこれ。すごいね、綺麗。誰も多分探索してないここ。あでも思い出した、裏でなんかちょっとあ自分でグチグチ言われたで思い出した、うん、まだそれ言う結構もう3回ぐらいこすったよ、うん、おいしゃれはでまた死んでるって生物つけてへんのじゃ。いやいや つけてないよ。え、なんで？今料理があるからさ、うん、死んでも生き返らせてるよ。あまあまあまあね、まあ確かに。そうそうそう、死ぬ前提で喋ってる介護してくれるって聞いたから。ああまあまあ確かにね、マヤシロ君が全部死なせないのが介護なんじゃないの。めんどくせえな、ちょっと強いね。いやいや、感の凸してますから。うわ、金の暴力ほんまなんかうちのリスナーの魂受け継いだみたいなコメントしてるな、ほんまキールのようなよ、はい、強いな。え失敗したこのゲームむずない。いやなんでやねん、死にゲーやん。違うって、経験値本とかないの。経験値ある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 。あるの。ディルクに使いたくないだけ。なんでやねん、なんでやねん分かった、じゃあシロー君を強くするパーチでいいんじゃない。おフリーナとかナイちゃんとかつけといた方が強そうやな。白術とかはまあ持ってへんで。持ってへん持ってへん持ってへん。国民やったら絶対死なへんと思う。まずいまずいまずい、死なれへん。なんでな、まずいとか言うなこれなんかクラゲの周りにいると回復するから、やばくなったらクラゲの周りによって。わかった、オッケー。クラゲの周りいかんかったらいいねんな。じゃあ逆張りすんなってそうそうそう、別開花って気持ちいいよね。別開花あんまよく分かった。死んでる。あれあれあれ、死んだ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 。ちょっと待って、これもうどうしたらいいのどうしたらいいか解決策あるよ。どうしたらいいのこれもう。いやこれきついな。ふずはくんやったら回復と攻撃同時にできるみたいな。なんかすごいやつあるよ。倒したらあれじゃない、もらえるんちゃう。ソーランの一個。おはい、なんかめっちゃ飛んねんけど。え、死んだ、もしかして。ワンパン。死んだ。どうしたどうした。いや、もうコメント欄がすごいことになってて。な、どんなコメント欄なの。ヤッシー最低、ヤッシーひどすぎ、ひどい。これコメント10個ぐらいあるで。被害者が追ってくれてよかったわ。被害者とか言うな。結託すな。もうなんか知らせたらヤシロ君のせいみたいになってるやん、もうこれ。いいって、もうハードル高いって。なんでワンパンで死ぬのにさ、どうやって介護したらいいの。もう無理やって。誰誰、はい、あ、今チャンス。いけいけいけ。通常攻撃やってんやん行きましょう行きましょう。だからまずココミンでこうクラゲであって、はいはいはい、ここやったらいつでも出た。でここやったらいつでも出た。ごめんあごめん、今のごめん、今のカザ君が重くそぼかつちゃう。やっぱり狙ってるめちゃくちゃ大爆発、テロみたいになってんだもんな。これ取れるん。あ、これは会話するだけか。ごめんごめん、取れたな。20秒以内に宝箱開ける。ちょっとちょっとちょ、これこれん、これじゃない？え、シロ君？ヤシロ君がこれ取ったから。あ、マジでごめん。ほなら、じゃあ見とくわ。じゃあ任せてほしい。ほら、ヤシロ君がおらんかったら困った。めっちゃ早いやん。で、武士の素材も取れると、うん、いいこと尽くしじゃないですか。このヤシロ君とコラボするまで探索するなって言われてたからな。言ってない言ってない言ってない。ご情報流さんといて。あ、これはあれじゃない？え、ちょちょちょここでスキル使う。ディルクやとすぐ崩れんねんけどな。ヤシロ君、そんな岩なんか叩いてないで戦って。えなんか気持ちいいよ。羨ましいでしょう。うん、なんか羨ましいし、なんかやってる方もちょっと気持ちいいもん。島の主よりワクワクしてるやつおるやんこれが海霊士か。そうそうそう、あれシロ君抜けお待たせお待たせ。先に海霊士と飛んだんやん。あまりいい日ね、珍しいタイプやね。先敵じゃない。あ、やっぱ行かれへん。これこれバグ、バグではないんやけど、多分解放しないと。あ、行けへんやつやな。これこんなんあったな。でも八代先生の力なら。いや無理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 。世界に向かう。なんかそんなんでせんと開かへんだ。そのなんか熟知を上げればなんか他のキャラクターのバフがかかったりするから、うん、はいはいはい、かつかっこいいみたいな、うん、ガチかっこいいよね。いやわかる、それをわかる。マジでいいよな。痛い。あれダサいな。なんかちゃんと解説した後に感電ってな、閉まらんな。解説動画とか出してよ。じゃあ絶対無理。再生数3とかやったもんこれなんか通ない。でも大丈夫、これいけ当たんで。むずいな。え、これ当たる。どうしたらいいんやろ。これなんかもうちょっと上。え、すやん、これエイムやばい。
なんか急に出てきたよ。あ、出てきたよ。あ、本当はあれかな、これでやる、ここにボートベタル、ポートあるから、本当はこれでやるやつやな。ね、何意味でやってるん。一緒にやってたやん、最初。めっちゃやってたやん。産後のみやってるところあるで。産後のみ。ここみさんの出身地じゃん、これ。和田摘島。ここは、どうなんやろ、ちょっと行ってみる、ここ。ここは、行きません。なんで。あ、でもあそこに挑戦あるね。これやる？なんか任せてくれ。行きそうな。眺めとくわ。これってむずいやつちゃう、もしかして。いやいや、そんなことない。大丈夫？なんか雷の種取らんでええの？いけるいける。一緒にちょっと協力するか。あー、やばい、取れない、終わった。あれ、協力するかってあと4個あるらしい。これ1個取った。あと2個。あと2個。1個見つけたけど、あと1個もう1個下？いや、まあでも八代くんやからやってくれるんやろうな。じゃあ、あと15秒。ちょ、待て待て待て。泣いて。えぐいって。えぐいって。無理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 。頑張れ頑張れ。なんかフライムに追われてるし、すごい追われてるやん。なんか宝箱かだけ開いたな。いやー、まあね、そういう時もありますよ。やっぱ、持ちつつ持たれつみたいな関係。なんか、フライム倒さへん。フライムめっちゃ追っかけられてるって。じゃあ、今回介護をやるからには、介護の勉強とかしてきたん、はい介護の勉強。いや、もうそんなあれですよ、普段通りの実力をまあ出すだけなんで。なんかあ、だからか、その先が知りたい。そう、だからかの後の言葉が知りたい。ほら来たよ。いやいやな、それはちょっと嫌やわ。処理頼んだわ。任せられたん。マジで、マジで、またこいつは帰ってくって。もう本当に何もしてくれない。よいしょよいしょ。めっちゃ向こういるやん、マジかよ。フライムの素材あんのに、ここに。あ、もう行くやん、めっちゃ行くやん、マジで、マジかよ。あ、ちなみにガイアのレベルはいくらなんですか。絶対うせえん。あれ、ディルク29でガイアが90。ガイアもあかんか。え、経験値もあるの。あるあるある。え、何個ぐらいあるのじゃあ。え、結構舐めないでいただきたい。あ、マジで。あ、それはあるんや、うん、だって星4の経験値本が654個。めっちゃあるやん、うん、すごい。舐めないでいただきたい。もったいない賞でさ、使われへんのよ。あー、でもなんか分かる気がする。あ、ちなみにあの、その経験値本の一番大きいやつは、うん、大きいやつなんか紫のやつみたいな。あ、それが654個。は、使えよ暴言や暴言や。え、でも考えてほしい。レベルって上げれるけど下げられへんねんね。はいはいはい、まあまあ、もちろんもちろん。もう上げたら下げられへんの。はい、つまりもう二度とレベル20のディルックに合われへんわけ、うん、やっぱレベル上げずに少しずつ楽しんでいきたいっていうかさ、はいはいはい、なるほどね。自分のペースで上げたいわけですね。そう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 。なるほどね。だからうちはレベル20がいっぱいおる。年取らせたくないから、こいつらに。あの年齢やと思ってる、うん、あ、そう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 。それで言ったらタルタリア、うん、レベル90？ 86歳ですね。86歳ですね。タルタリアは年取らんからな。取らん。レベル年やと思ってる、もしかして。ちゃうで、さっき言ってたやん。何や、違う人と喋ってんのか。お前、シロウくんにね、はい、ちょっと聞きたいことが、ね、しろくんあって。あ、怖。シロウくんの名前なんですけどね、はい、シロウって書いて丸って書いてあるやん、うん、なんか丸に思い入れあるんかなと思って。え、丸に思い入れある人なんておると思ってるんですか実はこういう意味があってみたいなあ、そうそうそう、分かりにくいけどこだわりがあるみたいな。実はみたいな。あ、そう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 、あるんかなと思って。丸に、うん、日本人で丸に思い出ある人。でもやっぱ今はフォンテーヌがいいんじゃないですか。いいよね。地下のところばっかりワープポイント解放されてないから、多分。はいはいはい。海の中ってこと？あ、そう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 。海嫌いやねんな。じゃあ地上だけ。シロ君のお話でもしますか。お、もうでも話すことなんてね。うん、ないですよ。そんなはっきり言う？今コラボ中やねんけど。そんなあんまはっきり言わんねん、そういうこと。うん、なかってもあるかなとか言ったらいいのに。うわぁ、これあれ、配信終わってからの反省会で後で詰められるやつや。いや、ないない。ここでもあれやね。追加されたエリアじゃない？あ、そうなの？そうそう、最初はなかったんじゃない？おそらく。で、バージョンアップで追加されたから。詳しいね。何コメント読んでんの？おいおい、何言ってんねん。それコメントするリスナーもリスナーや。やしろ教えてあげてみたいな。ダサいダサい、その関係図ダサいから。でもコメントでカンニングってあるけどな。ウィキかなんか見てた。見て、見ながら、ようやるわ。ようやるわ、配信中にウィキ見ながら。これいけんじゃない。お、これは敵系じゃない、おそらく。ちゃうね、ごめんな。ごめんな。あれ、普通今回はコメント読んでないかしら。なんでやねん。シロ君、あのこっちの画面さ、なんか一生横歩きしてんねん。もうなんかあ、マジ？なんかどこを向いて走ってんのみたいな。これワープすればいいんでしょ。だからフォンテーヌの印象下がっちゃった。
ヤシロ君のせいで。いや、なんでやねん。ほう。行きましょう。頼んだ。それ。自分だけ設定使って。あ、6秒に1回使えるんで。カズハラや。カズハラ。え、でもカズハ君のいいとこ、マジいいとこな。これ、落ちそうになったら、こうやってね、飛べるんですけど。わ、また自分だけ。なんでや。はい、じゃあここ着きました。はい、オッケー。到着。ここの周りは何かあるんかな。ここは何もないね。ほんまに何もないねんな。宝箱あったら怒るで。宝箱ぐらいあるやろ。え、それはあるやろ。見えてる見えてる。見てから言ったやろ絶対。え、このギミックは？あ、それムズいやつ。ヤシロ君全部言ってない。ムズいってこれだって全部ムズいって言ってない。これムズいで。任せとけ。じゃあ見とくわ。うん。でこれマジでムズいから。もうないし。いや、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。今何してんの？あれだけ弓で抜こうとせんかった今。違う。ちゃうよちゃうよちゃうよ。何してんの？え？やばい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 。そう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 。なんか出てる。すげえすげえすげえ。オッケーオッケーオッケー。ナイスナイス。なんでたまにこっち打つの。右な右右でいいよ。そういうことそういうことそういうこと。そう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 。でこれ行って多分上にビームが上がってきてるから。はい。これをどうするかよ。ここからね。わかった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 。いいよいいよ。ナイス。おいいよ。あおおあ。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 え、めっちゃもどかしい。あ、いけたんじゃない？あ、いけたんじゃん。いけ、ナイス。はい。やるやん。全然ムズないやん。誰や最初通常攻撃で撃ってたやつ。これ通常攻撃で殴って割れると思ってたやろ。もう逃げてるやん。もう向こう行ってるやん。もうなかったことにしようとしてへん今の。そういえば、うん、俺樹脂あるわ。え？濃縮が濃縮ある。ある？そう。あ、ほなら推薦行こうよ。行かへん行かへん。なんで？ナヒちゃんの行こう。あ、ナヒちゃん、うん、はいはいはい、行こう行こう行こう。あれだってもう一つアルハイゼンに使えるんでしょ。はい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 。アルハイゼンも欲しいんですよ。あ、わかる。と運営に言っといてだから。いや、そんな偉ないって。ヤシロ君ごめん、ちょっと樹脂溢れてくるって言われてる。じゃあのんびりコメントでも読んどこっかな、その間に。あ、いいですよ。あ、ママさん500円スーパーチャットありがとうございます。なんでヤシロ君の配信のコメント読んでねん。なんでやねん。シロ君の配信の人もびっくりしてるよ。あ、私じゃないんやみたいな。そうそう言ってたんですよ。まあ、今回はちょっとねコラボなんでちょっと読めないですって言ったら、シロ君が草笛で一曲で、あ、じゃあ僕は読みますっていう。なんでやねん。なんでコメント読まないと。あ、でもそれはこの前工場引いてたら出たんよね、うん、何のキャラが出た？星5が。え、モナちゃんレベル1やで。ちょっと待って、使っていなかった。じゃあ武器は、武器は、え、武器はつけた。生徒ノート。あかんあかん、生徒ノートがあかん。まあええか、もうじゃあもうやります。モナちゃんって何ができるん？モナちゃんはちょあんまよく分かってないけど、うん、水付着とかできんじゃん、うん、やめて、ちょっと本当に早いね。じゃあ何してんの。ガチでやばい。マジマジマジ、終わってる終わってる。何してんのやしてくろ。あえてそっちに行くなって。おかしいってこれ。ねえ、何このリスナー視点とかいらんねんこれ。よし、こっから頼むわ。あれやな、ちょっと強いよなこの3体。強いな。結構火力も高いし。まあでもでもでも、まあまあ全然。さっき一人で頑張ったんで。ごめんて。アーカイブ消しといて、そこだけ。そこだけ切って今の全部ここだけ消しといて。うん、消しといて消しといて。実は結構見てくれてる感じですね。そう、でもやっぱショートっていろいろあるやん、うんうんうん、いっぱいあるから、なんかどれ見ればいいかわからんっていう。でもリスナーさんも最近ヤシロ君を知った方なら多いと思うんですよ。はいはい。こんなあなたになんと、はい、総集編という動画がございます。はいはいはい。今までのショートまとめ、はいはいはい、動画の横動画でヤシロ君出してるので、うん、なんか未公開付きでございます。お得。はい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 。よろしかったらね、そちらの方、うんうん、僕の今生配信の概要欄にありますので、そちらに飛んでいただいて。嘘でしょ、マジで。見ていただければなと思います。え、概要欄に入れてんの？ヤシロ君の動画の URL 貼っておりますので、はい、そちらから飛んでいただければ。ファンか。え、僕にもお金が入るんで。入らないよ。よろしくお願いします。入らへん、全然入らへん。宣伝うまって言われてるよ。もうなんなら今から飛んでいただいて、配信見なくていいんで。見て、今は見て。R 持ってへんで。あれ持ってないの？なんで R 持ってんの？あれ持ってないんや。それ大切にしていきたい。あー、まあ確かにさっき言ってたもんね、レベル1のアーロイに出会えるのはこの瞬間だけみたいな。絶対アーロイ死なせへんパーティーで行こう。誰が火力出すの。ないよ、レベル1のアーロイ W って言われてるで。嘘やん。そうや、多分みんな育ててるよ。その言ったら星5限定キャラをもらったのにレベル1みたいな。だからライデン将軍レベル1みたいな感じやろ。そんなやつおらんて。いるやんここに、バンバンいるやん。やっぱこのパーティーの花ですわ。花が添えてあります。花が添えてある。早いな。でも陰性物光変な。生物見ようと思ったらもう親戚で見れへんか、うん、なんか
3個出てわーいって言ってたらさ1個しか見られへんかった。これぐらいにしときますか。これぐらいに。はい。なんかお話するか。じゃあなんかします。それでちょっと終わりますか。でしろくんの面白い話まで3321。もう何笑とんねん。何笑とんねん。ね、今日一番楽しかったことは。今日一番楽しかった、あー、コラボができたことですね。やっぱね、ごしろくんとね、普段コラボしないですからね、やしろくんとかも。あんまり。好感の稼ぎです。ちっちゃい声で言うな。ちっちゃい声で言うな。ましろくんと喋ったら面白いかなと思ってね、コラボさせてもらったんですよ。こう喋りも、なんか合う感じというか、ほら。え、思ってるのやしろくんだけ。え、ちょっと待って。急に進化するやん。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。よければ、しろくんとやしろくんのチャンネル登録と、高評価と、X のね、そうです。Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。というわけで、しろくんと四季神やしろのコラボでした。でした。ありがとうございます。おつやしです。おつやしです。バイバイ。バイバイ。